カメ入ってないよ。こんばんは。こんばんは。本日は、2016年4月25日第、287回のしゃべくり松代の時間になりました。本日パーソナリティを務めさせていただきます西澤です。よろしくお願いいたします。本日、松代町内はですね、春の風が吹きまして、ちょっと黄砂がやってまいりましてね、黄砂が気になる方は大変だったかなという一日だったんですけれども、皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。はい、そんな、松代町からお送りいたします。今日はですね、実は7年に一度行われている諏訪大社の御柱というお祭りを皆様ご存知でしょうか。きっとテレビや新聞で坂を下る木の、柱の上にまたがって坂を下る光景を見たことがある方は多いかと思いますが、そうした諏訪大社系列 の、 神社、松代町内にもありまして、6箇所あります。そのうちもうすでに4箇所は御柱のお祭りが終わったんですが、まだこのメインとなる松代の中心のところの2箇所が終わっておりません。で、実はその、まだ終わってない皆さんのところで今出汁が手作りで行われているということで、今日はその出汁制作にあたっている2つの、町の方に来ていただきました。ではご紹介いたしますよ。私の隣が、田町というところで、御柱の用意をされている大内清輝さんです。そしてそのお隣が暴露町で出汁を作られている、ファンキー伊藤さん、このお二人が今日のゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう7年に一度でね、皆さんもう今繰り返していろんなことをやっている最中だと思うんですが、もう時間がないので早速いろんなお話をしていきたいと思いますが、まずまあ7年に一度なんですけど、これまでにもね、もちろん出汁は作られてるんですよね。はい、じゃあどんな風に出汁を作られてきたか、ちょっと大内さん、田町の方からご紹介いただいていいですか。はい、それでは紹介をさせていただきます。ですね、私が、本格的に携わったのはですね、平成16年、の御柱でございました。3番の辺ですかね。はい、で、題材はですね、玉手箱ということで、はい、ひょっこりひょうたん島とワンピースっていう題材で、この当時テレビでね、人気アニメとしてだいぶ流行ったんで、まあ、ここは子どもたちも好きだろうということで、動きのあるその玉手箱を作ってやろうというところで、題材として決めました。当時私は、その当時は49歳でしたね。まあ年が分かってしまうんですけどまあそれで、その次の御柱、平成22年度ですか、はい、こちらの方はですね、佐久間象山と、はい、明治の大砲という題材で、選定をさせていただきました。ここは佐久間象山先生の生誕、200年というところから、なるほど、はい、題材を決めさせていただきました。まあそのちょっと写真です ね、はい、これひょっこりひょうたん島ですね。はい、そうですね、はい、これがちょうどそうです、ね、これワンピースのね、はい、ルフィのところを作ってるとこかな。ルフィ大人気ですもんね。はい、未だに大人気ですね。未だに大人気ねえ、もう大人気の長い漫画でね、こういうのはお子さんたちも楽しいですよね。こうね、これやった時にですね、シャボン玉も出したりして、結構この当時はね、人気ありましたね。なるほど。で、まあ、人形の動きも上下に動くとかね、いろいろな上下左右とかっていうふうな、ね、動きをつけてやりましたので、結構いい出来栄えだったかなと思っております。ね、やっぱり動くと子どもたちもね、なんか喜ぶ感じがしますね。はい、では暴露町の伊藤さんの方、もう一枚、もう一枚ありました。はい、すいません。あ、そうだ、これがその、前回の佐久間象山生誕200年に合わせた、はい、大砲。これがなかなかまた作ってからですね、まあ、人形が手をこう上げて撃てというのと連動するようなパターンで、まあ、大砲はいろいろ苦心したんですけれども、バネでやったり、ゴムでやったりして、弾を打ち出そうとしたんですが、どうにもダメで、
結局はエアーを使ってポンと押し出そうというところで、だいぶ長く真っ白層の方にかな、玄関のところに飾ってあったような気がします。まだ飾ってある、まだ飾ってあります、はい、実際にここから玉がピョンって飛び出したんですね。本当にね、出ますね。それは楽しいそれをなんか考えるのも楽しいですね。そうです ねどういうのにしようかなって、はいはい、じゃあ今度、伊藤さんの暴露町の方を教えていただいていいですか。はい、はい、よく出てますかね。はい、ね、暴露町の方は長くいろいろ作ってるんですけども、はい、うん、最近はですね、おとぎ話シリーズということで、この辺ですね、おとぎ話ね、桃太郎、花坂爺さん、かぐや姫につきまして、はい、前回はたまたま玉地さんと同じテーマで、はい、佐久間象山先生、生誕200年ということで、うん、佐久間象山先生の大宝体ということで、うん、作らせていただいております。大砲、同じものだったんですね、はい、そうなんです。これを俗っぽく言うと被ったという感じですけれどもね、はい、そうですね、被るのかなと思ったら被ってしまいました、被ってしまいましたね、はい、先ほど の絵のデジャブじゃないですけども、同じような佐久間象山先生と大砲、大砲、こちらがやっぱり佐久間象山先生が放てというと大砲が出てくるとい ということでございます。それと、この後ろのところにまた別に、はい、動きのある、うん、出汁がある、出汁の部分があるんですが、こちらの最初の場面から、このように中身が変わるという、変わり物のこういうものを出しました。かわいいね、キティちゃんもありましたけども、はい、まあそのたまたま佐久間象山先生もダブったっていうこともあって、はい、まあ手作りでね、一生懸命作っておられるこの2つの町内が、まあそのダービーマッチをしようっていうことになったというふうに聞いたんですが、ダービーマッチはどういうことでしょうか。はい、しようというか、もう勝手に私が考えてるんですけども、はい、たまたまその今、先ほどご紹介ありました、うん、佐久間象山先生と大砲隊というのが同じテーマで、ね、うん、でまた同じように弾が、大砲がこう、うん、出るという、ね、うんうん、ものがあったんですが、それが中町で、ちょうどすれ違った時にお互いにじゃ披露しましょうということで披露したんですが、その時はとても、楽しくできまして、さすがにやっぱり同じ気持ちでこう作ってたからね、それぞれ出汁に思い入れがある田町さんと幕呂町っていうのが そこであって、披露したのがとても皆さんの心に残ったと思うんですけども、そんなことでまた7年後に今回になりますけども、そういった今サッカーでいうとダービー町っていうのは同じ地区とか同じスタジアムの中の者同士が対決するっていうようなことでね、とても盛り上がるんですけども、まあ、今回のお祭りも田町さんと、まあ、幕呂町の方で競い合ってるところをまた皆さんに見ていただくと、よりお祭りも盛り上がって、神様も喜ぶのかなっていうところでございます。なるほど、まあ本当にね、せっかくこう手作りでねやっているので、やっぱり盛り上がりたいですもんね、はいはい、ちょうど前回の対決の時の写真がありますので、うん、はい、ご覧いただきたいと思います。なるほどね、はい、2つの町がね、はい、並んでいいですね、うん、はい、まあそんなダービーマッチをやったりして、はい、いよいよ今年ね、また御柱になってということなんですが、じゃあ今年は何を玉地さんをお作りでいらっしゃいますか。はい、それではね、今年のテーマはですね、今テレビでだいぶ人気を博しております真田丸というテーマを選定させていただきました。まあ幕呂町さんと被らなくてよかったのかなと思っておりますけれども、まあ、かぶりそうですよね、はい、かぶりそうですねはい、まあ、ここ今制作予定のところですよね。なんか1月から毎週日曜日皆さん集まって ねこれが真田丸の中の方ですね。なんか ここはなんかこの四角とか丸とかかはなんかこう、ここがピストルの発射口、発射口になるところですね、はい、でこの曲線美あるじゃないですか、このね曲線になっているね、ここは苦労したんじゃないですか、この曲線を出すのに。そうですね、まあ真田丸っていうものはですね、積み上げ方が、うん、土塁という部分で出来上がってるんですよね、調べますと。で土塁っていうのは土で盛り上げた塀みたいなものなんで、うんうんうん、そこに対してですね、こうカーブがどうしてもこうポチャッとしたような、うん、カーブになってるんだけども、うんうん、まあ、ちょっとそのところをベニヤでね、うんうん、ベニヤ板を駆使しながら、うんうん、セフセしていくっていうのは非常にちょっと苦労したところになります、うん、なるほど、はい、じゃあもう一枚見ていきますかね、
これですね、私が今日ねちょっと印刷するときに違う写真を印刷しようと思ったら失敗いたしましてね、これは皆さんが制作している時の様子ですね。そうですね、これは室内で、ね、はい、なんか女性の方もミシンやったり、はい、ミシンとかで、ね、はい、旗作ったり、今そのヘルメットっていうじゃないけど、はい、甲冑の方ですね、甲冑のね、はい、こんな風にね作っておられなんですね。あ、これはまた違いますね。はい、すいません、真田丸のねこう外観が分かる写真を今印刷をしてもらおうと思ったんですが、印刷が間に合わなかったようなので、はい、では馬黒町さんは、はい、はい、できるまで少し時間を、はい、はい、っていうか、まあそんなに時間もないので、はい、はい、もう出てますね、はい、馬黒町さんね、はい、はい、馬黒町のテーマは今回玉手箱というものを作っております。今この写真にありますのがちょうど公民館の中でそれぞれの分担に分かれて制作しているところです、うんうん、松葉会という、まあ、うん、青年会と言っていいのか分かりませんが、はい、60以下ぐらいのお父さんたちが、うんうん、ある親睦会があるんですけど、そこが町から引き受けまして、それでやっているということで、うん、それも、はい、すいません、ちょうど育成会の子どもたちも参加しているということです。あ、そうですね、はい、さっきはお父さんたちでしたもんね、はい、はい、はい、でこんな風にそれで、はい、今こんな形で、はい、9割型出来上がっていますけども、はい、浦島伝説の関係ですね、はいはい、3月から毎晩やっていると聞きましたが、はい、毎晩12時ぐらいまで、もう毎晩です、これからももうすぐ発表を見に行かなくてないんですけど、今日もこの後行くんですね、はい、はい、ご苦労様です、はい、だんだんちょっと時間も迫ってまいりましたけれども、まあそんな風に出汁を皆さん作られているわけなんですけれども、はい、ですね、ではまあ、出汁制作にあたってちょっと苦労話を、一言ずついいですかね、お二人に言っていただいて苦労話とかこだわったところを、はい、お願いします。はい、田町の方はですね、まず題材を真田丸って決めました。だけどどんなもんだろうという、誰もそのイメージするものがなかったもんですから、まあ、今の時代インターネットでね聞けばなんとなく想像ができるようなものが出てくるんだけど、じゃあそれに対する躯体の材料をどうするかっていうところを、まあ、ずっと躯体の材料の選定、その辺のところをまず大きなネックでしたね。でまたジンバウリっていうところもちょっと予定させていただきまして、いやまあ2着まあ鉄砲撃てっていうところをやればいいかなと想定したんですが、やっぱり戦闘のところにもねやっぱり欲しくなった、じゃあもう1着作ろうということで急遽1着追加作成と。でまた兜の作成でですね、本物の鹿の角をヘルメットにつけようっていう、ちょっとやってみたんですが、ちょっと重たくて、鹿の角が重たくて、これヘルメットというか兜がグラグラしちゃってもうダメだということで、急遽発泡剤をのところに加工して、針金を入れて加工した軽量なものに変えました。なるほど、やっぱり製作途中からね、いろいろまあ、作る前からもあれですけど、作ってる最中もいろいろ苦労があったということですね。はい、伊藤さんの方はどうですか。はい、馬黒町はゼロから全て作る形になりますね。うん、試行錯誤がありまして、うん、でまあ、年々高度な技術を要するというか、まあ、もっとこうやって驚かしてやろうとかねそういう向上心がある仲間がいますので、技術的にもまた動きもあるし、また変化も、また大きさも高さもあるものが今回できました。で先ほどの写真がまあ9割型できたんですが、まだ当日が 100% になるように、日夜努力してるんですけども、中身の写真が今日本当はねお見せできればいいんですけども、で制作に携わった松葉会の会長がまだそこは言うなよという話がありましたので、ね、ぜひ生でご覧いただきたいと思います。はい、松葉会、松葉の馬黒町の方は毎回皆さん期待にお応えしてそれ以上のものを作らせていただいておりますので、ぜひ生で当日ね、ご覧いただきたいと思います。なんかもう今からちょっとダービーマッチのような感じがするんですけれども、はい、じゃあすみません、ちょっとお時間来てしまいましたけれども、実際にじゃあ御柱祭がねいつあるかっていうお知らせなんですけれども、これお知らせの紙かな、はい、はい、じゃあご説明しますね。はい、はい、10丁で、それぞれ出汁または、まあ、行列という形で、出ております。で日にちの方とはしました4月30日の土曜日の午後から5月1日日曜日は1日ということで、各あざ町の出汁それと御柱真ん中に挟みまして更新になります。それで1日目の工程が、馬黒町の方の近くから2本本柱があるんですが、1つ目の柱を
町内の真ん中を通りまして、法理神社の方に、奉納するということになります。これはあの1日目の午後ですね。で2日目は1日、になりますけども、それぞれの、町からまた出汁をそれぞれ引きながら、東寺の方に集まってそこからまた法理神社の方に、行って、出汁を奉納するというような形になります。それで2本揃いまして、それを立てて御神木となるようでございます。はい、30日と1日ではちょっとね、はい、コースが違うので、また皆さんご注意してあのぜひ見に行っていただきたいと思います。はい、では本当にあの今日短い時間でしたけれども、お二人来ていただきありがとうございました。あのぜひ皆さん、田町と馬喰町の出汁を見に、はい、あ御柱のお祭りを見に来ていらして、はい、楽しんでいただければと思います。本当に今日はお二人ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや松代すごいね、今御柱と真田丸って盛り上がってて、盛り上がってていい ね、もう4つの、ね、地域で終わって、そう、ね、私もね1つお伺いしたんですけど、うん、素晴らしい、うん、盛り上がって、うん、そう、うん、そう、そう、知らなかった、ね、知らなかった、ね、いや今は知ってますよちゃんと。あ、そうかそうか、ね、はい、盛り上がっててね、もう素晴らしい、うん、まだまだまだ、はい、いいですよ、はいはいはい、今もじゃあ今賑わってるところでね、はい、真田大博覧会という形で ね、はい、いいでねやってますね、はい、でそれに合わせて ね、今週の土曜日、それから日曜日ですね、はい、こういった形で街歩きをやります。お、はい、ですね、5月はね、はい、まあ、あの今月ね、今週の土曜日、それから5月の1日日曜日、はい、7日8日といろいろとこうやりますけども、はい、ぜひ参加していただきたい、ね、うん、真田に関係しているところを回りますよという形になりますんでね、よろしくお願いします。参加費とか、うん、参加費はね、1500円いただきますね。あ、はい、あでやっぱり地元 の、 あの、うん、和田鶴のガイドが案内しますという形で ね、 ね、彫刻寺さんもね、はい、はい、いたします。はい、ということで来週、はい、来週は、はい、宮坂さんですね、私ですね、昭和寮の活動っていう形で、うん、あそこもね新しくなったね。そうなんです。で寮長さんもね、昨年変わられまして、あ、本当、新しい寮長さんに、ね、おいでいただいて、ね、どういう取り組みがあってやるの。ここにね、うん、ちょっとカンペ持ってきたんですよ。あ、そう、ね、ちょっと読んでもらうかな。はいはい、じゃあ持ってます。はい、はい、どうぞ。カンペ持ってきました、ね、はいはい、あそこではね、いろいろな施設があるんですね。あんまり喋っちゃうとダメ。あ、そうそう、あ、じゃあちょっとだけ、あのね、昭和寮とね、松代デイサービスセンターっていうのがあってね、あ、で、昭和寮は寮長さんと、うん、デイサービスセンターの所長さんということでね、兼ねてるんですよ。で、でそのような、ね、お話をね、ちょっとお伺いしたいと、こんなふうに思って、あそこはね、ね、温泉もあるんだよ。あ、知らなかった。あ、そう。あ、すごい。今日、三田さん、もう負けてますね。そういうお話も聞かせてね。あ、そうですね。いや、今日は負けだったですね。はい、わかりました。はい、来週のしゃべくりましょう。どうぞ、お楽しみに。